い、皆さんこんにちは、アニャです。本日はね、この読書で手に入れたポストカードの収納動画、作業動画をね作ろうと思ったんだけど、あのね、読書の熱がなかなか取れなくてそう、熱がね抜けないので、もうなんか話したいなと思って、それでパラライで、そのチーム8チーム、まあ9チームか、ブライカンも入れてあるじゃないですか。それでチームごとの一番好きな曲をさ、紹介しよっかなと思って、私の好きな曲ね。そう、私の好きな曲だから、もう全然なんかみんなと好みとか違うかもしれないけど、ただただ自分が語りたいから、この作業してるところを流しながら、ね、好きな曲を紹介しようと思います。いつも B から紹介されるじゃん。だから逆に極楽からいくわ。そうで、私ね、極楽はね、トリガーがね一番好きなんだよね。そう、読書の時でさ、トリガーのサビ前の土佐くんと三越馬くんで歌うとこ、あとシオンさんと犬飼さんがすごく好きで、土佐くんと三越馬くんで言うと、勝つまで敗北、ジャリから噛みつくマッド、ドラッグエンデリート、一括削除で一緒、迷わず俺らにベットして裏切り者は売り出していくぞ、セーフティーは連れに外したのはお前のコメカリブラーってあるじゃん。そう、そこがね、めっちゃ好きなんだよね。そう、読書を見てさ、土佐くんと三越馬くんがお互い向きながら歌ってたじゃん。そこがね、めっちゃ二人で煽り合ってて、すっごいめちゃくちゃいいと思って。それ、まあパフォーマンス見る前からここ好きなんだけど、やっぱね、そこを見た瞬間、あ、やっぱこの曲一番極楽の中で好きだなって感じました。あ、でもね、ストロンガーのね、サビも好きなんだよね。極楽、ヘイ、ボンクラ、ヘイって、ストロンガーのね、サビも好きだからさ、迷ったんだけど、やっぱトリガーは、ちょっと、自分もさ、ちょっと嫌なこととかあって、ちょっとムカついたりしたら、トリガーとか聞いたらさ、すっごい、なんかちょっとスッキリするんだよねそういうところもね含めて、極楽はね、トリガーが一番好きです。で、次はイメイトか。イメイトはね、やっぱ前回の確か読書の開封の時にも言ったんだけど、エデンがね一番好きで、いや本当なんかテンポ感がねすごいいいんだよね。あとね、樹さんパートがねすごい好き。樹さんの感じ的になるがまずセンキン、ワールがもアラームがなるリンギン、アンスミならまたにしてくれ、俺たちには時間のない全然って、すっげーむずいじゃんここ歌うのここのパート激ムズなんだけど、ここ樹さんパートがねめっちゃ好きなんだよね。なんていうの、淡々とさラップしてるところすごいなんかすごい耳に心地いいんだよね。なんかね、すごいインメイトのこのエデンの曲はなんかそのケイ君と樹さんとロクターですごいなんかバランスがね整ってるんだよね。ケイ君がなんていうの、もう透き通るような声で歌うじゃん。で、いつきさんがもうこの淡々と、もう一定みたいな感じで、すごい安定してるラップって感じかな。で、ロクター君でなんか一気に弾けるみたいな感じでさ、あー、すーごい好き、エデン。で、次ね、アンプルール。これはね、Nobody But Me、Nobody But Me が一番好き。これさ、最初のデンテキ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 テってあるじゃん。最初のさ、手拍子からさ、すごい煽ってくるところ、すーごく好き。それさ、ドンハくんとチュンソーさんがさ、すごい、なんていうの、道をさ、示してくれるよね。アンプルールのファンの総称が虫けらさんじゃんその虫けらさんが、そう、どうすればいいかをさ、常に示してくれるんだよね。すごい、だからなんか、ドンハくんがさ、この道を進めとか、お前らがいるだろう、足元に不安はないとか、歌詞中にあるじゃん。それでさ、もうすごい虫キラさんがさ、どういう行動をすればいいかを全部言ってくれるから、すごい優しいよね。虫キラ呼ばわりだけどさ、すごい優しいよね。一緒にさ更新してそうだもん、この曲はいやマジで。あとさ、パラトラ最近さ、ドンハくんが投稿してさ、質問したら答えてくれるってやつあったじゃん。すごいさ、丁寧に返してくれるよね。あとすごい、ドンハくん努力家だから、自分にも厳しく、虫キラにも厳しくって、すごい、ドンハくんに言われるからこそ、虫キラさんたちもさ、素直にこう、受け取って聞くことができるって感じだよね。で、チュンソーさんのさ、そう、ドンハくんの投稿の後に、いいね連打もね、めちゃくちゃ面白かった。はい、で、次、ビスティね。ビスティはさ、ほんと、全曲好きなんだよね。エンドレスドリームと、ビーアスターと、フォーマイステラ。いや、この3曲ともさ、すごい元気になって頑張ろうって思うし、大好きなんだけど、私はね、この3曲だったら、まあ、強いて言うなら、エンドレスドリームがさ、一番好きかな。いや、この3つはね、もう全部が全部好きなんだけど、なんかね、ピスティは、この曲にさ、すごいステラへの愛が楽曲にさ、詰まってるんだよね。ほんとステラのことをもう大切に思って大事なってことがすごい伝わってくるのがさ、すごいいいです。あ、そう。で、フォーマイステラが、なんかすっげえ、
彼氏みたいな曲じゃん、私の中でね。で、Be a Spy が私の中で、ステラのために戦うみたいな感じの曲で、Endless Dream が、ステラを、デロデロに甘やかしてる曲っていう感じに私は捉えてるのね。だから私はね、もう甘やかしてほしい。だからね、この Endless Dream がね、一番好きです。はい、で、次は、ブライカン行こっか。ブライカンはね、ロード2レジェンドがね、一番好きです。いや、ほんとにブライカンは伝説って言われてるだけあってさ、聞いただけで、うわ、強っ、勝てねーみたいな、すごい感情にね、なっちゃう。ロード2レジェンドのさ、1分19秒のところから映ってる、洋平さん。洋平さんとサイモンさんのラブのビジュアルのところがあるんだけどね、そこが、めっちゃ好き。ブライカンはね、もっとドラマパートを増やしてさ、ちょっと、ストーリーをさ、聞きたいよね。はい。じゃあさらっと行きまして、はい、次赤いやつらですね。赤いやつらはラウディーズがね一番好きです。いや本当読書の時にさ、俺らについてキキキキなふふふてて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 てってあるじゃん。もうそこの感想の部分でタオルを回すのがもうめちゃくちゃ楽しかった。まあタオルっていうか、ペンライトを回したんだけど、本当に感想で一気に全員がさペンライトを振り回すから、すごい一体感がすごくって、会場のすっごいね、やばい、テンション爆上げでさ、楽しんできたよ。あとね、赤いやつら、一番好きな曲はラウディーズなんだけど、もう一個好きなやつがあってさ、それがCall for Familiesなんだけど、これ泣けるんだよね。ほんと、初っ端のさ、さつきちゃんのパート、それで俺が間違った時は殴ってくれってとこあんじゃん。もうそこがやばいしさ、ほんと、なんか赤いやつらのさ、ファミリーの絆っていうのが、もうもろに、これ聴ける曲だから、すごいさ、感情移入して聴いちゃう。グッとくるね。で、次、コズメズね。コズメズで好きなのは、まあ、2曲あってどっちかなって今迷ってんだよね。一つ目が、グッタイム。あ、これはあれだよね。エキシーハイビジョンのやつ。で、もう一個が、This is my love。これ好きなんだよね。いつまでも離れたくないで。もうほんと、ここで、ほんとね。お互いに向かって歌を歌ってる感じがするんだよね。ほんとこの二人の間にさ、誰も入れないっていうか、もうなんか入り込めない間って感じ。だからほんと、いやもうやっぱファミリー系の曲弱いんだよ私が。さっきのあかんやつらもそうだけどさ、 Call for Families とか This is my love とか、ほんとそういう曲好きです。Good time はテンポもいいし、すごい全員イケボだなーって、いい曲だなーっていう感じで聴いてるから、なんかめちゃくちゃしゃべり倒して、これいい曲なんだよねっていうのが This is my love だから、This is my love の方が好きなのかな。いやでも結構回数的に聴くのは Good time なんだよね。いや、もうなんか好きな曲で言うと Good time かな。 Good time よく聴くから、まあ、こっちにしようかな。はいはい、皆さん突然すいません、編集中の私です。めちゃくちゃ喋りすぎちゃって、マジで分数的にもう映像を撮るものがないってことで、ちょっとここで一旦切るわ。だから TCW とベイは次の動画に回したいと思います。はい、やっほー。ちょっとだけ本棚のところをね、パラライゾーン作ったので、ちょっとそこだけ紹介したくてね、ちょっと見てます。そうで、ここがさ読書行ってさ、読書の熱が全然止まないので、これね、読書の洋平さんとイオリをここに置いて、元バディゾーンをね、作りました。そう、買った CD をね、ジャケット、ダブルトラボーのやつにして、で、ここ洋平さんの輪台で、こっちクアドラ、で、こっちが元バディみたいな感じで、自分の作ったやつとかね、いろいろ置いて、ここが元バディゾーンです。はい。で、こっちにずれると、ここはね、洋平さんコーナーです。そう、これはね、ゼルダの伝説の、ルームライト、めっちゃ可愛いやつを、ここに置いて、まあ洋平さんが本命なんで、ハートをね、置いて、あとね、あと、バーボン、空になってボトルを置いて、そう、これね、洋平さんの香水なんだけど、買ったはいいものの、もうなんか全然、まだね、開けられない。多分ね、開けたら、ね、なんかもったいなくない？いや、でもね、嗅ぎたいけど、ちょっとまだね、決心が、まだ心の準備がね、できてないので、香りはね、アニメートの方で、嗅いでどんな香りかは知ってるんだけど、それを毎日嗅いだら、私はちょっと、耐えられない。いい意味で。興奮しちゃうから、まだちょっと置いとこうと思って、まだこれに未開封品が置いてあります。でね、これ猫ちゃんのガチャガチャ、ちょっと洋平さんの周りにまぶしとこうと思って、猫ちゃんをこんな感じで、猫猫にゃんこにゃんこって言います。で、上見たらね、もうめちゃくちゃかっこいい洋平さんがいるんで、はい。あ、このルームライトさ、つけてみる？あ、ちょっとわかりにくいな、ちょっと電気消してくるわ。はい、今ね、電気消してみた。こっち行くとこんな感じよ。こんなん、めっちゃ可愛くない？このハート。そう、これでね、もう大好きですっていうアピール。アピールってただの飾りなんですけど。はい、っていう感じですね。パラライゾーンの、本棚にね、パラライゾーンを作ったよーっていう、ただの見せたかっただけです。はい、じゃあ、見てくれてありがとうございました。まあ、よかったら、チャンネル登録と、高評価の方、お願いします。はい、では、さようなら。